Let's study Japanese. Why isn't there any rubbish on the streets? 清潔に対する優先順位が高いからです。掃除することや拭き掃除は学校で習います。僕らはこのことを誇りに思います。What's a bento? What's in it? 箱に入った食事です。一般的にご飯と魚、肉、野菜が入っています。電車で食べられる駅弁は日本の食文化です。Is it true that Japanese workers don't take a lot of holidays?一般的に本当です。年間の休日は120日です。長期休暇を取る人は多くありません。